ヘルバってあのハッカーの？ヘルバが手を貸してくれたら心強いぞ。マクアヌのカオスゲートに行こう。やあ、トキオ。仲間を紹介するね。ブラックローズとミストラルだよ。私はブラックローズ。よろしくね、トキオ。どうも、美少女アイテムコレクターのミストラルです。俺はトキオ。二人ともよろしく。あのさ、俺カイトにメールを出したヘルバって人のこと知ってるよ。え？本当？ああ、伝説の凄腕ハッカーなんだ。チートタウンを丸ごと作っちゃうような。ハッカーか。そんな人ならオルカを元に戻す方法を知っているかもしれない。僕、メールのエリアに行ってみるよ。ちょっと怪しいけど、しょうがないな。サポートしてあげる。私も行く。珍しいアイテムあるかも。俺ももちろん行くよ。みんなありがとう。ここがメールで教えてもらったエリアなんだ。二人一組に分かれてみんなで行こう。私たちの中から相棒を一人選んで、トキオ。よし、行くわよ。トロンメルが負けた？バカな。シックザールのメンバーが一般 PC に敗北するなんてありえない。僕が着いた時にはもうやられてたんだ。彼、バラバラになって消滅しちゃった。助ける暇もなかったよ。チッ、油断しやがったな、金のバカ。シッシッシッ、次は私が行くアリよ。団長にもらった新しい武器を試したいやる。次はこの道家のポゾーネの出番あるよ。それじゃあ、二組に分かれてエリアの一番奥を目指そう。よし、行くよ。おー、よし、モンスターを倒したぞ。でも、情報くれそうな PC なんていないよ。このエリアで間違いないんだよね。うん、確かにこのエリアだよ。はあ、うわ、なんだ。ここはどこだ。何これ、こんなエリア初めて。いや、俺はどこかで見たことがあるぞ。そうだ、ベアたちと一緒に行った逆さまの男の部屋だ。だから私は彼女をアウラと名付けよう。君が死ぬ、この子はありえなかった。彼女に私たちの意志を託そう。アウラに
腕輪を与えられた者に願う。彼女を助けてほしい。アウラに腕輪を与えられた者？じゃあカイトに腕輪を与えた女の子ってアウラのことだったんだ。彼女を追う者か、アウラを救ってほしい。パリコ、ココレス、夜明け前もっと暗い。元の場所に戻された。彼女を追う者、夜明け前、どういう意味なんだろう。おい待て。あ、この前の羽野郎。異変を調べに来てみれば、また貴様たちか。まあいい、聞きたいことがある。貴様、俺の相棒のオルカと関わりがあるそうだ。彼に連絡がつかないことの理由を知っているのか。オルカはモンスターに襲われて今入院してる。なんだと。つまり貴様と同類のイレギュラーな存在にオルカが意識不明にされたということか。貴様のせいでオルカが。ちょっと何勝手なこと言ってんのよ。カイトが今までどんな気持ちでいたか知らないくせに。ハッカーの気持ちなど知りたくもない。落ち込んでる暇なんかないわよ。あら、意外なところで意外な顔ね。あの、あなたが僕にメールをくれた人？そう、アウラから腕輪を受け取ったあなたにあのメッセージを聞いておいてほしかったの。あれはザ・ワールドの創造者である人物の残留思念、さらにその残骸よ。残骸とはいえ、あの声の語った言葉には今の事態を打開するヒントが隠されているはず。それじゃあね、坊やたち、また会いましょう。彼女を追う者からアウラを救ってほしい。アウラがモルガナに追われ続けてるってことか。あれから1年も経ってるのに。みんなタウンに戻ろう。いろんなことがあって疲れちゃった。私これで落ちるわ。私も落ちるよ。商店街のタイムセール忘れてた。
じゃあ僕も落ちるね。今日は付き合ってくれてありがとう。ふう、俺もちょっと疲れたな。気晴らしに散歩でもしようかな。でいっぱいのエリアを見つけたんだけど、一緒に行かない？本当？行く行く。おや？ねえ君、珍しい PC ボディをしてるね。え、俺のこと？すごく変わってるのに、この世界によく馴染んでる。ん？ありがとう。いいものを見せてもらっちゃった。はい、これ。ほら、エルクもメンバーアドレス渡しとけば。え、でも…いいからいいから。うん、あの、これ君とはまたどこかで会いたいな。じゃあね。あ、待ってよミア、エノコログサは？変な PC だな。エノコログサ、まあいいか、一旦グランホエールに戻ろう。協力するよ。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。マクアヌのカオスゲートに行こう。トキオ、来てくれたんだ。でも僕はもしかすると君をオルカと同じような目に合わせようとしているのかもしれない。カイトは俺を助けてくれたじゃないか。それに比べたらこれくらい。腕輪を使った時のこと？あんなの腕輪の能力に頼っただけだよ。それだけじゃないんだけど。いいから早くアウラを助けに行こう。カイトなら絶対大丈夫だよ。時を
ありがとう。これがアウラのメールに書かれていたエリアワードだよ。さあ、行こう。よし、ドゥナロリアックのカオスゲートからエリアへ行こう。僕なら何だってやれるよ。このエリアでアウラが助けを求めてる。急がなきゃ。最深部まで来たけど、何もないぞ。ん？誰か来る。あ、貴様たちは。アルムンクだ。またなんか言われそう。あれ？あいつ、なんか様子が変だぞ。お前たちはウイルスを撒き散らすハッカーではないのか。え、俺は意識不明者たちの事件を調査してきた。その結果、事件の際に必ず目撃されている異様なモンスターのことが分かった。カイト、オルカを襲った奴のことを教えてくれないか。君はアウラ？アウラだって？この子が？いや、確かに面影があるぞ。司が目覚めさせたあの女の子だ。あれから成長したのか。届いていたんだ、私のメール。でも、間に合わなかった。誰も逃げられない。スケイスからは、逃げられない。モンスターを倒したぞ。でもアウラはやられて。待って、声が聞こえる。え、これはアウラの声。私のデータの大部分はモルガナ・モードゴンの分身である8層に奪われていました。
たちがそのうちの一体。スケイスを倒してくれたおかげで、データの一部だけが蘇りました。お願いします。私のすべてのデータを元通りに。アウラのメッセージ、聞こえなくなっちゃった。でも、アウラを元に戻す方法は分かった。ハッソーってやつらからアウラのデータを取り戻していけばいいんだ。なぜ俺を助けた？お前たちも意識不明になる危険があったのに。なぜって、そんなの当たり前じゃないか。そうか。今までの無礼を許してほしい。俺はお前の腕輪を憎むあまり、自分を見失っていたようだな。俺はこの世界を取り戻したい。そして、オルカを助けたいと思っている。力を貸してくれないか？いや、虫のいい話だが、忘れてくれ。待って、バルムンク。僕もオルカを助けたい。それに、壊れていないザ・ワールドで遊びたいと思ってる。だけど、僕らだけじゃどうにもならないんだ。手伝ってくれる？ああ。もちろんだ。カイト、トキオ、俺のアドレスを渡しておこう。受け取ってくれ。一つ、お前たちに警告しておく。意識不明者の件に対し、CC 社のシステム管理者が動き始めている。システム管理者？責任者はリョースという男だ。カイト、お前の腕輪は、連中の目にはバグの要因と映るだろう。十分に警戒することだ。では、何かあったら呼んでくれ。CC 社のシステム管理者。バグとかチートとかを取り締まる人のことだよな。トキオ、僕たちもタウンに戻ろっか。ふう、タウンに戻ってきたぞ。トキオ、今日はついてきてくれてありがとう。トキオのおかげでバルムンクの誤解を解くことができたよ。え、俺なんて何も。トキオがそばにいてくれたから落ち着いた話をすることができたんだ。ありがとう、トキオ。いや、そんな。じゃあ僕、これで落ちるよ。またね。勇者カイトにお礼を言われるなんて、なんか照れちゃうな。
さてと、俺もグランホエールに戻ろう。